おはようござれす、パラレルです。さあ今日はエポックのヤクルトスワローズのルーキーズ&スターズのフルコンプバインダーを紹介したいと思います。はい、では早速いきましょうね。まあレギュラーは36種類あるんですが、その中の18選手に、こういったプリントサインがね封入されているわけですね。でまず奥川くんが映ってますけど、これ金色なんですね。こちら紹介するとこちらが銀で、こちらがホロになってますね。輝きが全然違うんですね。金銀ホロですね。はい、さらに、キラキラのホロ加工のやつもありまして、それも後でお見せしますんでね。10枚限定のね、はい、サインカードもありますと。はい、ではスタートですね。はい、小川投手今年調子いいですね、今のところね。はい、マックガフ選手もね抑え任されてますからね。はい、頑張ってますね。梅野選手はこれホロになってますね。はい、でルーキーのカテカル選手は金色ですね。だいたいプリントサインは、主力とあと、ルーキーになってますね、選ばれてますね。はい、中村選手もね2番バッターのキャッチャーとしてね頑張ってますね。はい、ルーキーのキャッチャーのね内山選手ですね。2軍でもバカスカとホームラン打ってますね。はい、山田選手は銀ですね。はい、西浦選手ね僕個人的に好きなんですよね。打つときは打つんでね頑張ってほしいですね。調子を維持してもらいたいところですね。で、その脅かす存在なのが、ショートを守っている本山選手、ルーキーですね。うん、どちらも切磋琢磨して頑張ってほしいですね。で川端選手もね代打の切り札で頑張ってますね。はい、内川選手の金文字ですね、金プリント。そして、村上選手ですね。はい、並木選手も足が速いですね、ルーキーですね。青木選手は、日米通算2500本安打ですね、すごいですね。はい、坂口選手も今2軍ですがね、今シーズンもね上に上がってきてまた顔を見せてほしいもんですね。はい、では今度はメタルパワーのフルコンプですね。これ18種類あるんですよね。その中でも、こちらの光っているホロと金があるんですね。これが銀ですね、通常版ですね。ではまず紹介したいのが、奥川投手、これホロすごく綺麗ですよね、つぶつぶが細かくて。これが10枚限定のラストナンバーになってますね。はい、奥川くん。そして、石山投手、これ背番号12番なんですよね。背番号12で12なんでラスト、そうですね、ジャージナンバーになってますね。はい、で木澤投手がドラ1の背番号20をもらったんですが、そうですね、シリアルが50枚1の20番でジャージナンバーになってます。はい、では次のページ行きましょうね。宮本選手ですね、背番号39なんですね。でシリアルが、はい、39番ですね、ジャージナンバーですね。で山崎選手の背番号が31番なんですが、はい、山崎選手が31番ですね。はい、でこれが1ボックスに1枚のホロ加工のねこういった光り方をするカードが3枚ですね。こちらの3枚になってますね。はい、あ4枚か、こ
こもありますね。本山選手もあります。でこれが10枚限定の、ホロ文字のサインシグネチャーになってますね。プリントサインで山田選手がラストナンバーになってますね。では、最後にサインカード見てみましょう。はい、つば九郎いますし、村上選手もね自引きできたんで嬉しかったですね。そしてですね、各球団に入っているタイムトゥーシャインですが、ヤクルトはこんな感じのデザインでしたね。とっても綺麗ですよね。はい、奥川選手はなんと5枚限定の5番でした。はい、ではこんなところで、はい、ありがとうございました。さよなら。